かマスパーズマじね、めっちゃ暗いよ、今。本当に。<laughs> ブライトンとどっちが暗いかっていう。タリアプールは気持ちがいい2対0ですね、これ。いや 1>, 1対0じゃないあたりもまたね。ねえ。うん、いや、これはでかいね、この追加点は。んうん、<laughs> このスパーズ結構、なかなかなもんでいい。だからシティ戦もさ、だから今までのスパーズと戦い方違うからね。 うーんボール持つことに味を占めてるからね。そっから先、鬼門じゃよ。<laughs> 全ベッドで行きますか、スパーズに。いや、もうするしかねえんだよ、<laughs> 俺は。おうファ、ファールだとはい。うん。なんか、やりきれてないところもな、ね、あるしな。いやー、これは、これは。暗い。<laughs> うんあまりに、も <laughs> これがどうなるかですね、来ね来季後半になると結構人が変わったようになったりするんじゃないかでもそう、まあ、1年目っていうところではねまあそうかもしれないけどでも問題なけど2年目に覚醒するかどうかって話よねだからいやスパーズはそアンジェの2年目がプレミアで適用されるのかどうかって言われたら 2>, 2年目の覚醒ってあるんですか監督ってまあモ、ね、モリ理はね2年目 いいよー何なのあのあ2年目の力っていうのあるけどね <laughs> あれは何なんだろうなっていうそれがいけるのかどうかっていう感じだよなうんあとはこのアンジュのサッカーに待てるかだよねもうこれだと思う俺マジで <laughs> いやそれ時間経てばもっと良くなると思うけどそれにファンがついてこれるかっていう いや、結局これなんだよなこれ見せられてる。今結構スパーズサポーターは厳しそうですよ。なかなか、なんか、辛そう。だからさ、その、スパーズのさ、あれさ、わ、うん、かんないけど、アンジェ、2年目あるからか、なんか、最後の希望みたいな。<laughs> まあでも、2年目無理だったら変えるんすもん はい。えー、スパサポ兼小原さん3 2千円様でございます。あります。このままポステコグリを信じていいんでしょうかそ孫ミンを信じていいんでしょうかいや、二2年目だから。<laughs> 2>, <laughs> 2年目だから。マリノスを J チャンプに導いた2年目の放送があるから。うん、まあ。でも本当に、何が起きたらこれ2年目劇的に変わるんだろうと思うんだよな。選手か。選手を取れば変わるか。まあそうか。 でも、割とどこ取ればいいか。うん。なうそうなんだよなうん。ま、勝負むずいなしか、なんか負ける相手がさ、ニューカッスル、アースナル、チェルシー、リバプールっていうさ、うん、なんだろう、その、ちゃんと強いチームにしっかり負けてるのって意外とダメージ食らうじゃん。いや、そう、毎度、今日、力負けというかそう。そう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 。 それって一番な、なんなら食らうんだよ。なんか、うん、格下に取りこぼすより食らうんだよね。そう、まあ、格下に取りこぼすってね、自滅みたいな部分もあるから。そう,そう,そう,うん。うこれ、格付け完了っす、みたいな、言われてるみたいな。そうなんだよね。うもんな。うん、うわ。これマジでまだまだ行くぞ。あ<ー>あ<ー>、危ない。<laughs> スパーズ、シュートがいけねえか。シュート打ってねえか。打ってんの、まあ、見ないなあう ソンとかがおししゅとかもほうみたいもんなうんやっぱこのスタイルに合わないのかソン・フンミンってどうしてもと言っても言うて今季点取ってるけどなまあ別に点取ってるよなそうでも四、ね、433のスパーズのさ課題っていうかさうんもうマディソンっていうかパサーいないとソン・フンミンが抜け出すことあんまなくなるもんなこれなうーん 鋭い展開のパス誰がやるんだっていう。いかといって抜け出す展開もなくはないかいや、ディロップロセスやったら全然あるでしょ。こういった時にな。もしケインが足んねえんだよな。<laughs> ケインなお <laughs> うーん。そ、まあ、が気持ちよくなさそうだよな、マジな。そりゃそう、間違いないっすよ、ね。アンジは絶対やんないけどさ。うん。 もうロメロ、ミッキー、ドラグシン並べて、ソン爆裂カウンターが一番勝ちで稼げそう。アンジはやらないかもしれないですけど。悩んじゃねえけど。ね、右にポロ、ポロ左にウドジェ。うん、まあ、ツーボランチはまあ、その時調子いいやつ。で、ワントップ。お<う>おソン。ソンおいで、シャドウとかにデキとマディソンおいで。 あー強そうっすねでボール奪ったらとにかく敵とマジソンに預けてでも損が抜け出す <laughs> であとはバックスはロメロミッキー、えー、ドラグシーで守るそしたらロメロミッキーも多分怪我してないっすよあんまり <laughs> でもそうやってたか去年で去年と比べて CB のあのもう明らかにレベルが違いますからまあ確かになそうだそうだそうそしたらダイヤが輝くし ダイ,ダイヤーも、うん。そう。まあそんな感じでかな。うなだなトっテナム取った分かんないな。ディフェンスなんか結構いい感じで若返りいれていやそうイメーね。でもディフェンスも正直フォーバック揃えば強いんだけど、うん、揃わない時にどうできるかっていうセンターバックがねやっぱ欲しいかこの一人な。 でもダイヤダイヤ出しちゃったからな。<laughs> ダイヤ<イ>ああ、そうだ、イバイヤやね。ソンの代わりが。ソンの後継者か。うん。<laughs> まあいずれ出てきそうやけどねセうん。センターフォワードっちゃセンターフォワードいないのか、あんま。うん。ソンがやってるけど、うすかんまあ、あんうん。がもう10カワぐらい向けない。<laughs> <laughs> 確かに。 難しいんだよね、スパーズもスパーズ人はいなくはない気がするんだけど、全体的にもうちょい質を高めたいみたいな感じだからむずそうなんだよね。<ー>うんそっかそっか。フォワードか。<laughs> イサク。イサク、大人気やな、マジで。アースナルも欲しい銘柄じゃね。でも、そっか、なんかニューカッスルが、なんか。ギマランもどうなんだろうね。ねチーム事情的になんか。 出さなきゃいけないってなったら本当に出るかもしんないからな。まあ、イサクエグか、えぐいしな。いやー、イサク確かにな。バズンもくすまわったし。<coughs> うーん。うーん。うーんもう一回いつ映んないかな。<laughs> あいつはどんな顔してんだろうな。携帯でもいじってんじゃないソファスコアでも見てんじゃ今 <laughs> 今、今、今。今 <laughs> <laughs> ゴール期待値いつも見るんでしょ <laughs> ちょっとどんなもんかっていう、うん、まあ現地で見てるかなよくわかんないからね。